皆さんこんにちは、ジョコンです。ということで今回もイーフットボール2024情報を紹介していきます。さあ突然の金曜日エピックやってきました。しかも2つ。ただ期間を見ると6日になってます。本来なら昨日出したかったんじゃないですかね。メンテ関連とか重くなりそうなんでやめたんでしょうね。ずらしたんじゃないかなと思って。さあ今回はね、日本代表の、こちらの3名と、そしてこちらはナショナルチームズガーディアンズ、守備的な選手っていう意味なのかな、こちらの選手とかブースター付きで、来たということで、もう早速ブースター、もうコナミさん早速やりますね。さらにそれだけにはとどまりません。ハイライト付きです。しかも日本もというね、なかなか豪華ラインナップになっております。今回はねエピック中心に紹介していきます。ハイライトは別で紹介しようか今悩み中。さあまずは日本の方からいきましょう。さあ各選手にブースターがついてるんですけど、まず川口選手はゴールキーピング、 GK センス、キャッチング、クリアリング、コラプシングがプラに入るようなブースターです。ディフレクティングだけかわいそう。搭載はそして初になりますね。ディフレクティング高かったんでプラに入らなくても十分でした。 GK センス91だったり、まあ、大事なところは85越すような、そしてリフレクティングは大きく越すような数値できますね。ジャンプも90近くまで、あ1余ってますね、これ90になりました。まあ身長はね180センチということで、まあガチスカ級って感じではないと思いますけど、日本のイベントとかナショナルチームで日本を使うとか、そういう方ならいいのかなと思ったりもします。身長はちょっと拭えます。しっかりと PK ストッパー完備。今回の対象試合おそらくアジアカップの2004年の中国大会だと思います。ぜひ気になる方は買っとってみましょう。ちょっと個別実況気になるな。アジアカップでビッグセーブを連発しとか言うかな。さあ続いて俊介、中村いきましょう。今回のブースターはフリーキック、さすがですね。決定力、ブレースキック、カーブ、キック力が上がるブースターになってます。これはジーコジャパンかな、ユニフォーム的に。さあこんな感じとしてみました。今回ナンバー10なんですよね。初めてじゃないですかね。右サイドハーフは一応ナンバー10消すようなプレースタイルを使うことできます。セットプレーの数値はさすがですし、キック力91、まあ、決定力は81ぐらいにしたんですけど、決定力以上のものもね、しっかりとぶち込めそうな。キック力91は素晴らしい。足元パス、スピード、瞬発、スタミナとか、まあ、大体80をね越すような数値はたくさん作ることはできそうです。しかしやや低が気になります。スキルはねイーフットボールハブバグってました。俊介が持っておいてほしいスキルはね揃ってるかなと思うんで、まあ申し分ないかな。ワンシューとかつけてもいいかなと思ってます。過去と比べてみましょう。まずはセルティック版ですね。チャンスメーカーとナンバー10でプレイスタイルが違ったり、適正 ST がまあ空いてるか空いてないかの違いとかはあります。ちょっとレベルまで出せないんであれなんですけど、セルティックが30で今回が33。まあやや今回にアドバンテージは上限の関係であるんですけど、まあ大体能力が同じくらいにはなりそうですかね。ただプレイスタイルの関係で私ならチャンスメーカーいればいいかなと思ったりもしてます。マリノス版は39上限。ちょっと初期値は低いんですけど、上限は高くなりますが、スピード瞬発はさすがにここまでは持っていけないかな。まああとはね、若干スキルの違いも出てます。できるポジがね、ST 空いてるか空いてないか、プレイスタイルナンバー10かプレメか、その辺の違いなんかもあります。まあ、スキルは結構今回優秀なんでナンバー10ね、消せる右ハーフとかで使うならありかもしれません。さあ続いて中田さんですね。こちらはフランスワールドカップかな。パスプラ2ということで、こんなパターンあるんですね。パス両方、カーブ、キック力が上がる。はい、実際に育成してみましたが、そんなに正直強くないですね。普通って感じがします。まあ B 固定なんでね、まあ完全に弱いということはなさそうですが、過去にねいろいろ出てますが、そっちの方がなんか強く感じます。まあ適性広いので、まあいろんなところで使える B 固定としては優秀ですが、他のバージョン持ってるとか、まあ、わざわざ日本イベントを使わないのであれば、なかなか取るのは難しそう。スキルがなんか3つ記載ですけど、実際はアウトスピンキックもついてます。この代表版とは上限30と31なのでほぼ互角ですね。まあ決定力とか5上がりとかしてるのか、それでも、まあ上限もほぼ横ばいって考えたら、能力自体はトントンかな。まあ、スキル数がね全然違いますね。アウスピはないけど4つ対8つ倍。さあ上限33のねベルマーレ版も見ていきましょう。まあ、パスとかディフェンスとかはねベース能力から高くはなっているものの、スキル数が全然違いますね。これは負けです。ここからスパサブ乗るんですね。怖いです。乗り換えなし。まあこれはどうしてもロマン枠となってしまいますかね。日本代表をね引きたいよというね、そういう方は引いてみてください。ではこちらのガーディアンズいきましょう。まずはカーンからゴールキーピングプラ2ということで、川口さんと同じですね。ということで GK 能力上4つがねプラ2入ることを考えて、 GK センスとコラボシング、しっかりとプラス入れば90乗るようなイメージで作ってみました。キック力高いですね。80。 GK 能力はさすがの高さですね。全て85以上。キャッチングクリアリングはやや低いとはいえ、85以上あれば十分でしょう。まあ他の B 固定ね持ってるって方はわざわざカーンをってことにはならないと思いますが、まあ安定感という意味ではスカットが安定してくるとは思うんですけど、まあ身長の高い B 固定の方がより安定はするかなと思ってます。相変わらずね低弾道はついてないよ。
さあ、そして過去のエピック簡易、実はこれしか出てないんですよね。スキルの違いはありません。条件が21で今回27ですね。この上限差ならベース能力は若干負けてる数値あるんですけど、ブースター込みで、今回の方が強くなるし、上の方はねほぼ勝ちなんで、今回の勝利でいいんじゃないでしょうか。さあ、続いてロベルト・カルロス紹介します。アジリティですね。プラにスピシュンとボディコンとスタミナが上がるようなアジリティがついてます。さあ、こんな感じとしてみました。今回 DMF できるんですね。しかも過去版って DMF できないパターン多かった気がするんですけど、どうでしたっけ。 DMF に置いてあげてミドル突き刺すみたいなことできる、真ん中のポジで使えるってことを考えたら、これかなりいいのかなって思います。サイドバックちょっと守備不安だよっていう方は DMF に置いてあげて、まあ、DMF も守備結構必要なんですけど、緩和させるみたいな。圧倒的スピード瞬発は申し分ないので、今の環境にバチコリハマりそうな、そういうタイプとして守備的なありかなと思いますね。相変わらずのキック力97、スタミナ面スピード面言うことないでしょう、まあ、若干足元はね上げきれませんでしたが、身長がね小柄なんでくねくねキビキビ動いてくれることでしょう。スキルはアウトスピンキックがまた消えてますね。まあ、どこで使うにも逃走心、ワンタッチパス、スルーパス、まあ、守備系インターセプト、ブロッカーとかまでつけられれば完璧です。さあ、カコロベカルとの比較、やっぱり DMF ができるようになってますし、条件が32と全く同じ状態なので、これベース1ですけどね、ディフェンス面とか上がってるんで、いやーこれロベカルは今回かな。まあ足元は前回の方が高かったりします。そしてもう一つブラジル版出てますが、上限は33かな、1高いんですけど、まあこの能力差なら今回でも十分やっていけそうですね。守備面とかはなので、まあ過去最強、適性も含めて最強と言えるんじゃないでしょうか。そしてラストがネスター、ディフェンスプラニということで、ディフェンスセンス、ボールダッシュ、瞬発ジャンプ、瞬発意外ですね。アグレッシブネスとか守備意識にするのかと思ったら、こんな感じのディフェンスっていうブースターあるんですね。さあ、こんな感じとしてみました。ディフェンスセンス、ボールダッシュはプラに入るんですけど、初期からちょっと高めですね。あとは瞬発とか上がるのは意外ちょっと地味ではありますけど、いいですよね。ハードプレス持ちでややアグレッシブネスが低いので、ガツガツ感っていうのは物足りないとミラン版を私は使ってて感じたんで、あんまりスカットに入れることはありません。ただ他の数値は割と高くて、守備能力は安定してるし、スピード瞬発もまあ悪くはない、スタミナもそこそこある。逆足やや低がね存在するのとは、足元面がちょっと不安かな。ただワンタッチパスとか相変わらずついたまま、守備系完璧じゃないですか。ほんと言うことないです。お手上げ。スキル追加いりません、ね、珍しいタイプ。ちなみにネスタは前回23上限だったんですね。今回27と上限は高くなってます。まあ、ディフェンス面のマイナス3を考慮に入れると、この上限はそんなに差は出ないと思うんですけど、逆にスピード面とかは今回の方がちょっと有利かなっていう感じで、強くはなってると見ていいのかなって思ってます。ということでね、2つやってきてます。まあ、ガチスカ考えたらどっちかというとこっちのガーディアンズの方がいいでしょう。絶対引け級ではないので、まあ、ロベカルは私も気になってますが、ちょっと1点狙いは怖いので私はスルーしようかなと思ってます。まあ、あとはハイライトにね欲しい選手とかいれば狙ってみてもいいと思います。どんなルンマ、ヌーノメンデスとかご検討ください。こちらのチャンネルフットボール情報随時紹介してます。チャンネル登録してない方はぜひチャンネル登録お願いします。今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。